モナコ公国ポンベイ地区に位置するスタッドルイユでこのゲームは行われます。80年の歴史を持つこのスタジアムですが、1980年代に改修された後、数々の国際大会が開かれるなど多くの名勝負の舞台となったスタジアムです。この時間は日本対パラグアイ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。パラグアイ国歌お聴きいただきます。続いて日本国国歌です。日本は 4-3-3 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、相手中央にスペースを作りやすいシステムなんですよね、はい、特徴でもある両ウィングがどんどんサイドに開いて相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますけどもね、さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってきますよね。そうなんですね、もうボランチイコールアンカーという考え方ですね。そうですね、ただケアしなければいけない点もあって、全体的に選手間の距離ですよね、これを空けすぎないことが重要になってくるんですよね。特に気をつけなければいけないのはボランチの位置ですよね、ここを開けすぎてしまうと素早い展開ができなくなりますからね、はい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。日本対パラグアイ、エキシビションマッチです。まあゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね。なるほど、まずはこのゲームの立ち上がりです。スルーパス、これは日本ボールです。藤田、鈴木、さあ左へ預けてプレッシャー、逃げるアルミロン、プレスからボールがこぼれる、ロハス、鈴木、アドリアン・クバス、モレイラ、また中央へ。さあ立ち上がりはまだ両チームとも様子見というところでしょうか。サイドへ、もう一つ前に行きたい、足元大事に行きます、クロスが入る、これは直接キーパーへ。さあ左サイドへ、このボールはつながりません。一気に前線にボールを送る、アドリアン・クバス、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、まあ、ディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、狙い通りのシュートというのはなかなか難しいですよね。佐藤に渡る、置きましたよ、抜けてくる、スペースを狙った、ボールが迫る、
ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。藤井、いいプレッシャー、ここでファウルがありました。さあ誰に合わせてくるか。タイミング合いませんでしたね。モレイラ、縦へのボール、関根。日本は前半未だシュートがありません。山本、このボールはカットされます。長いボール縦に入れます。長いボールを送ります。佐藤、裏へ届くか。シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。山本、大きく縦、ちょっとパスが長すぎました。スルーパスを出す、ここは通しません。ギルーク狙ったボール、いいとこ入りますよ。あ、いい展開ですね。クロス合わせてくるか。緩いボール、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。ちょっと浅いか。スルーパスを狙う、抜けてくる、これはつながりませんでした。高い、鈴木、素早いパスで攻め上がっていきます。ボールがつながる、これはチャンスだ。さあどうする。状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。先制しています。まあこのまま波に乗るのか、逆に返されるのか、ミスターどこのワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね、はい、ここで笛、前半が終わりました。前半を1対0、日本1点先制して折り返したという前半です。選手たちの表情を見ていても、チーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので、後半も続けていくことでしょうね。日本対パラグアイ、
日本が1対0でリード、後半に向かいます。さあ、ご覧のように後半スタートしています。日本1-0リードです。このパスを防ぎます。佐藤、長いボール縦へ、モレイラ、逃げるアルミロン、パラグアイが最終ラインまでボールを下げる。大きく縦へのアーチ、鈴木、藤田、長いボールを振ります。モレイラ、ロングボールを縦に送る。関根、日本がこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開、北澤さんはどうご覧になりますか。まずはこの時間で 1-0 の展開ですよね。これは非常にシビアですよね。次の1点で決めに行きたいところで逆に取られたら追いつかれる、こういう状況なんですよね。まあ見ている方は面白いですけどね。鈴木、佐藤、ここで前を抜けるか、渡ります。危ない、どうだ、クロス、シュート、これはわずかに左でした。日本が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。パラグアイはメンバーチェンジです。組み立てながら攻め上がっていく。藤田、大きく縦へ、これはなかなかこじ開けられない。藤田、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としては得点と時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くぞっていう気持ちでね、攻め取ってほしいですよね。裏へのスルーパス、さあカウンターのチャンスになります。行きますよ、まだ行きますよ。パラグアイとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。これはスローインとなります。さあ再び選手の交代です。パラグアイ、預けて右サイドへ振って、ここで丁寧にボールを扱う。ボールが上がる、いい展開ですね。もう一度上げる、来たか、ダメ押しボールとなるのか。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですね。もう2点目のゴールです。点を重ね2対0という展開。日本としては非常に楽になりましたね、はい、精神的なゆとりが出てくると、はい、おのずと視野が広がっていくので、うん、ボールが運びやすくなると思いますね。倒されます。パスでつないで攻め込んでいきます。日本、裏を狙っていきます。逃げるアルミロン、
縦へのボール、平川、鈴木。日本はこの残り時間、戦い方としてはどのような時間がベストでしょうか。そうですね、ここに来てリスクを犯す必要はもうないので、時間を稼ぎつつ相手の隙を狙っていけばいいと思いますけどもね。大きく前線に入れます。日本もう無理にはいきません。山本、長いボール縦へ、さあ左へ預けて、また中央へ、スペースを狙う、打った、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。パラグアイが最後の交代枠を使います。ダウン、ポストの左です。守備陣も今のは危なかったですよね、はい、ああやって相手に走られると厳しいですからね。なるほど、両ワイドへのマークが大事ということですね。そうですね、大事なのはボールの出しどころを対処しないといけないですよね。パスを出させないという気持ちでいかないと、はい、攻撃の起点を潰すということですね。一瞬のクリアですよね。ルーズボール、モレイラ、裏を狙う、まだある、フジ、レフリー試合終了のホイッスル、2対0、日本素晴らしい勝利です。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。日本としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の解説は